マフラーのカスタム同様、走りを楽しくしてくれるサスペンションのカスタム。まるで自分が上手くなったかのように走りを変えてくれるのです。なぜそんなことが可能なのか、今週はサスペンションの仕組みまで掘り下げます。さてさて、はい、今週は足回りね、サスペンション、はい、サスペンションってどこについてますか。ここ。そうですね。で、サスペンションの基本的な機能って、はい、こうね、凸凹のところをこう、ね、突き上げがないように、はい、ある程度路面の衝撃を吸収して乗ってるライダーに伝えないというのが、はい、まず一つだけど、はい、オートバイって実はその吸収よりも路面追従性って、ね、一番最初その週に言ったけど、はい、いかに路面にタイヤがくっついてるか、はい、ということがグリップだから、はい、すごく大事なんですね。そうなんです。サスペンションは衝撃吸収だけではなく、車体と路面のギャップを埋めて走りの良し悪しを左右する大事なパーツなのです。そんなサスペンションの基本的な機能をネモケンに語ってもらいましょう。サスの元々の機能っていうと、はい、まあ、こうコイルスプリングがついていて、はい、これがこうボヨンってなるの分かるよね。はい、分かります。なんかこうドーンって加わると縮んで、はい、伝わらないんですよ、はい、でもこれがギュンってやって、みんなでいなくなると、力がなくなるとボヨヨヨンってなるよね、はい、このボヨヨン止めるのがダンパーといって、はい、この筒のところね、はい、ダンパーというのがついてますよね、はい、で役目として、はい、こう水鉄砲があるじゃん、はい、水鉄砲ほらお水入れないで空気だけだとシコシコシコってなるよね、はい、でこう水入るといきなりグーッと重くなるよね、はい、重くなります。そうそうそう、はい、それがダンパーの仕組みで、はい、油、オイルが入っていて水の代わりに、うん、でオイルが入ってるからこうボヨンってなった時にそこでいきなりスポッと伸びないように止めるのがそのダンパーオイルという、はいはい、が役割として入ってて、はい、まあ、基本的な構造は水鉄砲みたいな構造なんだけど、はい、ただ道路の凸凹ってこう山があってこうなってる中にまたちっちゃい凸凹が当然あるよね、うん、はい、だからこういう、うん、こういう動きの中にこういう動きをいっぱい入れながら やりたいんだけど、はい、でもこの時にさっき言ったその水鉄砲の力がグンって加わってると動かないじゃん、はい、本当はちっちゃいのを吸収したいんだけど動かないっていうと本当はそこもタイヤのグリップ上は辛いよね、うん、ね、はい、というところで、はい、そのグッてなった時の小さい動きが変わった時に、はい、その時にそのグッと止める力を弱くしてくれる、うん、っていうことができれば最高なんだけど、はい、そんな難しいことできるのかっていうのが、はいはい、この高いサスペンションはついてる。高価なサスは路面の大きなギャップを埋めながら、さらにその中の小さな凸凹の感覚までライダーに伝えるという信じられない性能を持つのです。どうしてそんなことが可能になるのか、気になるメカニズムを知りたい方はカスタム研究所とバイク足回りチューニング完全ガイドをご覧ください。高性能サスの気になる構造が丸わかりです。高価なサスには他にもライダーの心をくすぐる機能を搭載。その機能とはこの調整機構。最近の調整機構の精度、実は半端ではないのです。最近はね、売ってるオートバイにもついてるけど、でもある程度その弱い強い真ん中とかっていうこう荒いんですよ。これは MotoGP で、はい、どこどこのコーナーのあの160キロで右コーナー曲がってくときのあそこはいいんだけど130キロの左のここはダメだから、じゃあそれをどう調整しようみたいな、いや 30R だとこれはいいんだけど 120R だとこうだよねとか、二足の時こうだってすごく細かくなる。でそのいろんなところに合わせるサスペンションの特性を、はい、まあ、MotoGP なんかはメカニックが洗いだから聞いて、はい、あとはデータローガーといって実際に走ってるシミュレーションが見れるから、はい、それ見ながらよし、あそこが少しこう弱いから、あそこはこのスピードだから、そうするとその時にそれを直そうとかってあるわけだ。そんなめちゃめちゃなすごい細かいことができる仕様とほとんど同じものが売ってんだよ、はい、一般人でも買える。そう、使いこなせるかどうかは難しいこれは難しい、うん、かなり専門的で、はい、まあ、超、ね、プロなメカニックがいじるための、うん、でも、はい、そういうものがついてるってことが素敵じゃん、はい、嬉しいわけですね、うん、はい、かなりお高いけどね、はい、でもね、そんな調整ができようができまいが、
基本的に一番最初の時にオープニングの話したみたいに、はい、全然吸収力違うわけだよ、うんね、走りが変わる。そう、はい、タイヤがいつの間にかベタッと路面についてるから、はい、アクセル上げた時とかなんかの安定感とか、うん、もちろんまっすぐ走ってる時、あとカーブ入る時も今までなんかこうフラッと感じたのが、うん、なんかこう、はい、え、なんかこう地面にくっついたままなんでこうやって曲がるのみたいな。全然違いますよ。そうなんですか、うん、想像つかないです。まあね、オートバイっていうのはバランスの乗り物だからね、先週のマフラーもそうだし、はいね、重量が違うとかいいでしょ、サスペンションは当たり前だし、ね、怖いことにお金をかければかけるほど楽しくなる。おやだね、ハマっちゃいますね。でもですね、はいはい、まあそんな、ね、ちょっと難しいお話だったけども、はい、まあ、他にもいろんなところにキャスターの部品があるので、はい、まあ、その他他のパーツの部分もまた来週ちょっとお話をします。はい、はい。